仙台行ってきたんで、帰り那須で食べるオリーブオイルなのかって言いました。今日はこいつを使ってペペロンチーノ、トラックに持ち運べるように瓶に移し替えます。はい、完成しました。ピリ辛、ピリ辛のペペロンチーノ、さっきの茄子のガーリック使って、いただきます。これに、オリーブオイル、オリーブオイル、カリカリ。はい、それではオリーブオイルを垂らしたパン、いただきます。うん、最高にうまい、最高にうまいです。うん、これはハマっちゃう、最高にうまいです。いいコーヒー。ワン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 ナイト。はい、軽く洗車、全然時間がないんで、タイヤとホイールとキャビンだけ洗って、はい、今日は違う上昇さんのトラックを発見しました。あ、どうも。あ、タイヤだけですか。頭とタイヤだけです。登れました。はい、登れました。まだ何ですか。もう5時ぐらい。自粛期間中、全国的に緊急宣言かかったらガラガラ。18日2020年、これから
大阪中京かな、大阪かで兵庫行って来ます。そんな感じで、いいね、光ってるね、いい感じ。一人は今日はしないということで、臭いな、きったねー、 あれもちょっと磨こうかな。はい、タイヤつけるのは磨きます。普段磨けないところ、はい、ミックスに履き替えました。スタッフですから。いいね、バリ山。外したんで、軽く磨いて。フロントが、竹溝になったのか。2020年4月21日火曜日、熊谷のタイヤ屋さんでタイヤ交換をしてきました。お帰り、国道17号旧道、
線になったんだ。スーズどこから入ったこれ。スーズ降雪。注文していきました。